へそヘルニアとは、俗に言うデベソである。新生児のへそに存在するヘルニアは、時にはかなり大きいこともあるが、これらのヘルニアは5歳頃に、どのような処置をしなくても収まる傾向にある。新生児の腹壁より底にある傷は、素形部ヘルニアより大きいので、ヘルニアで腸管などの内臓器官が出ることは稀である。赤ちゃんの腹部の器官が腹旧で覆われ、 へそになり始める段階にこの危険になる傾向がある。最帯が腹空内から体外に出る部分は、ヘソ輪と呼ばれ、繊維が最帯の周囲をしっかりと輪状に取り巻いていて、腹空内容が腹壁外にはみ出てこないようになっている。へそ下であるべき部分が関をしないで、逆に突出している場合を、へそ突出症と呼んでいる。 へソリンが閉じており半根組織により皮膚が押し上げられてへソ突出を停していたりへソリンが開いていて腹腔内容が腹膜に包まれた形で脱出している状態がへソヘルニアである子供のへソヘルニア開口部が小さい時90%は3年以内に閉じてこれらのヘルニアが症状がなく縮小されたならば手術は全く必要ないいくつかの共同体では 母親は通常、閉鎖が起こるまで、ヘルニア穴の上にコインをテープで貼って小さな膨らみを押す。また、医者によっては、絆創膏をへそに貼り付ける場合もあるが、このような処理は、コインでの腸の血液が止まったり、絆創膏により皮膚がただれる場合があるので、医学的に推奨されない。さらに、包帯等でヘルニアを萎縮させる証拠はない。 手術により処置する際は、ヘソ突出症では、突出したへそを成虫でへソリンまで切開し、へソリンとへソ皮膚との間に存在する反抗組織を除去して、皮膚弁状となって切り開かれた皮膚を適切な位置のへソリンに感応固定させる。へソヘルニアでは、隆起したヘルニア脳上の皮膚を皮膚弁として、作成、展開し、ヘルニア脳を腹腔内に感応し、 復腔内容の脱出したヘソリンが開いたヘルニア門があるので、腹直筋同士を成虫に寄せて縫合し、ヘソ下を微速へと十分深くなるように引き込んで固定し、立位でヘソ下に水が溜められるような形とする。大人のヘソヘルニア大人のヘソヘルニアは主に妊婦に頻繁に見られる。原因は繊維の異常な白線の交差である。生まれた時のヘソ脳の切り方が、 ヘソヘルニアの原因であると言われているが、これは俗説である。ヘソ脳を自然に落とさせることで、幼児のうちにヘソヘルニアの可能性をなくすと言われている。ヘソヘルニアは、複雑な経験上脈性管内、門脈対上脈分老として報告された。ありがとうございます。